トイ -125 とは360光年離れた位置に存在するスペクトル分類が計0ボルトの構成である。トイ -125 は太陽質量の87%、太陽半径の85%である。確認された惑星が3個、候補が2個の合計5個の太陽系外惑星が発見されている。構成。 TIC52368076 において、トランジット系外惑星探索衛星による観測データの分析による高度変化が発見され、TOI-125 という名称が与えられた。TOI-125 には、テスがトランジット法を使用して5つの太陽系外惑星が存在する可能性が示されている。しかし、 現時点で存在が確認されている惑星は、トイ -125B、トイ -125C、トイ -125D の3つのみである。5つの太陽系外惑星候補のうち、2019年に B、C の存在が追加観測により確認された。そして、2020年に D の存在が確認された。これら3つの惑星はすべて、 海王星型惑星とされている。まだ確認されていない2つの候補については、トランジットが不明瞭なため、追加の観測が必要である。例4は、半径が地球の1.24倍程度で、高天周期が1日以下の極超、短周期惑星である。例5の大きさは不明であるが、小さな惑星であると推測されている。ありがとうございます。